はい、ポケモンブラック2続きからやっていきたいと思います。前回ですね、無事に勝ちまして、で今回はですね、とりあえず N のところに行こうと思うのと、あとね、ちょっと待ってね、とりあえずポケモンをちょっと変えましょう。あ、こんにちは。あ、ヒントね、23個。え？おめでとうございます。チャンピオンに勝った記念として壁紙が追加されました。へえ。へえ。とりあえずちょっと一回ウルガモスさん、なんかウルガモスさんあれらしいですね、空を飛ぶ覚えれるらしいですね。でもなんかウルガモスさんにわざわざ空を飛ぶ覚えさせるのはちょっと違うのかなって。まあ便利にはなるけどね。よし、まずはだからゾロアークのところに行きましょう。なんかこのあとできることみたいなのをすごいちゃんと見たの。ちゃんと見たら結構なボリュームありますね。はい、チャンピオンロードにね行こうと思ったんですけど、そうそう、コメントでもねいただいてて、あのウルガモスがちょっと技的に本当弱いっていう、その通りと思って、マジで弱いと思って、でなんか23番道路にある民家だったかなにあるらしいですね。それかな、火炎放射があるらしくて、それを覚えるだけでだいぶウルガモスは使い勝手が良くなると思うね。ねえ、すごいのいるじゃん。こんにちは、もらえた。やった。あ、破れ続けてるんだ。そっか、勝てそうだけどね。なんかではこれでね、やっといけますね。で、一旦じゃあまた、もうこの作業が一番無駄だよね。正直ね、飛行タイプを手持ちに入れなさいっていう、話なの。火炎放射覚えたらだいぶいいよね。吸血とか覚えてんだもんね。吸血マジでいらないもんね。いっそ空を飛ぶ。ありっちゃありよ。正直ね。何消そう。まあ吸血だよね。なんか風起こしもいらないんだよね。いっそ風起こしを空を飛ぶにして、まあ別にほら、なんだろう、戦闘中はさ使わなければいいだけだからね。そうだよね、最悪忘れさせましょう。もう全なんか絶対こういらなくなったらね。ごめんね、マスク、ウルガモスだったら空を飛ぶことになるとは思わなかったよ。これで移動が楽になります。はい、ではですね、どこにいたっけゾロアークって。なんかこの割と近かったよね、確かね。なのでスプレーは撒いて、ここ
こ通れなくなってんだね今さらいやこれは無理じゃない？絶対当たるやん。いらないのよ、ごめんね。あ、そう、この辺のどっかだったよね。ね、どこから降りたらいたかな。こっちは違うかな。まあ、また迷いますよ、これは、いかんせんね、覚えてないんでね、まあ、いたね、この人ね。違う、そっち先に行ったのよ。だからここか。本当？あったあった、このなんかフラッシュないと辛いところね。ここのどっかじゃないの？違ったっけ？上がって、いや、割と近く買った気がするんだよ、出口。あれ？頑張れ。あ、いけたいけた。いた！いたよ。こんにちは。クワーン。とりあえず、ついていけばいいのかな？どこ行ったの？こっち？あ、でもなんかここはブラックで来た気がするね。クワーン。ずっとクワーン言うてるよ。どこ、ここ下に降りてった？わ、これあれじゃん、 N の城だよね。待って、階段で出るのおかしくない？こんにちは、来たね。ここはプラズマダーの城、ゲージスの夢の跡。この城の一番奥、僕にとって大切な場所で、君と向き合わねばならない。さあついてきた前。いや、僕が案内するより君はここで何に興味を示すのかということだ。君、この城で一番奥まで僕を連れていくの？はい。あ、ついてきてくれるの？そういうの嬉しい。回復はしてくれたりはしない？あ、でも敵出てこないか。あれだ、この怖い部屋。ここは僕の世界だった場所。僕は幼い頃、深い森の奥に置き去りにされた。そんな僕を育ててくれたのは森のポケモンたち。ある日のこと、僕の前に親と名乗る男が現れた。それがゲーチスかな。ああ、そうなんだ。彼が僕に与えてくれたハルモニアという名前。王としての数多くの知識。固く固く心を閉ざし話すこともできないポケモン。そしてこの部屋。外にいるよ。嫌なんだね、この部屋はね。私もこの部屋のね、この何とも言えない BGM はね、ちょっと不安になるから嫌なのよね。なんだろう、なんか嫌じゃない？ダーツが刺さったままだ。特に何も。投げ出されたっていうのが嫌じゃない？薄汚れたバスケットボール。ハルモニア書かれている。崩壊しちゃったんだね。まあでもそれそうだよね。まあまあなことがあったもんね、オーバーヒート。オーバーヒートね、なかなか使わない系技マシンだわ。よ
結構奥だったよね。あれ、ここが目的の場所さあ、住みたまえ、そんな近かったっけ。あれ、これ実はポケモン出ないとかそういうことありそうだよね無駄にスプレー使ってるけど、そこだ。2年前のことだ。僕はポケモンのため、理想の世界にするため、信念をかけてあるトレーナーと戦った。そして敗れた。と同時に大事なことを知った。世界を豊かにするためには、異なる考えを受け入れること。それが世界を変えるための数式だと。異なる考えを受け入れる。君もそれだけの心の強さを持つトレーナーなのか確かめた。え？え、ゼクロムと戦うの私。バリバリだ。君がどれほどのトレーナーか、どんな理想を望むのか、ゼクロムも知りたいそうだよ。はい。バリ、ババリバリッシュ。え、手持ちは1体だけですか？あ、1体だけなんだね。それはちょっとありがたい。レベルによる。もう強いですね。ゼクロムって麻痺するかな。うわ、やべ、これはやべえぞ、これはやべえぞちょっと待ってよ。さすがやっぱ70はきついな。うわー、これ負けたかもしれない。うわー、マリルリ一撃はダメだ。終わった。さすがに私のレベルが低すぎる。低等ビーム。だってこっちがもう先手取れないもんね。耐えないもんね。ちょっと待ってよ。こっちいるぜのに何ができるっていうのよね。あ、もうダメだ。え、絶望なんだけど。あら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 。さすがにレベルが低いな。終わりです。ゼクロム強い。無理だ、耐えれない。はい、ということで火傷にだけできました意味ないよね、本当に。ということでですね、ちょっと違うことしましょう。これ N からじゃなくても大丈夫だよね、別にやることってね。N は、だからまたちょっと、そうですね、少しレベルを上げないと、きついんじゃないかな、普通に考えて戦えるポケモンがさ、ね、いなさすぎたよね。ということで、ちょっと違うことします。確かね、ザンギタウンってどこだっけ？ここだ。なんか戦えるらしいんですよね。アデクト。なので、それをちょっとやろうかなと。どうしよう、これでアデクにもボコボコにされたもんだし、泣くんだけど、大丈夫？なんでここにいるのかな。頼もう。
いないじゃん。あ、いたいたいた。お、来てくれたか。一種地方で最強のポケモントレーナーである君の胸を貸してもらうとするか。はい。おお。まあ、レベルによるよな、ここもな。正直な。あ、6体持ってんのね。アギルだ。オッケーオッケー。もうサンダースではないよなと。いやでもレベル的にまだなんか戦える感じでよかった。なんとか落とせないかな。いや冷静に、でもここはちょっとウルガモスに変えます。でもさざめきなんて怖くないのよって。火炎放射覚えさせてよかった。燃やす燃やす。おお強い。ローブ神、ローブ神、ゴチルゼル。一撃は無理だと思うんだよ。もう2発ぐらい当てれば、まあいいダメージですね。大丈夫？うん。考えに考え抜いて選んだ技はそれでよ。そんなには考えてない。割と行き当たりばったり感はある。ルカリオでいいんじゃないかな。大丈夫？いける？あーでも半分も、うわー耐えれるかな。無理だよね。結構残ってるからマリルリでちょっと確実に落としましょう。強っ。ウォーグル、ウォーグル、鳥だ。サンダース、頑張って。ちょっとみんな HP がさ、満タンじゃないからきついよね。一撃でいけたら嬉しいんだけどね。まあ、そうだよね、バカ時間。まあ、だよね。待ってよ。マイバニラなら対応できるはず。これ今何体目なんだろう。3、4体目か。あ、最悪だ。最悪だ。でもよかった、耐えてくれて。お、ウルガモス、ウルガモス。でもマリルリの HP がやばいので、一旦ゴチルゼル出して、ちょっとゴチルゼルにはちょっと壁になってもらおうかなって。ごめんね、本当に、あのごめん。あー、さすがに強いね。お盆の実持ってるらしいよ。
とせるかな。一撃は絶対無理だと思うんだけど。わあ、蝶の舞ね。いや、いい、全然やけどなんて。やったー一撃はでかいぞ。おめでとう。シュバルゴは、鋼だっけ？燃やせばいいよね、とりあえずね。ひどい。とりあえず燃やせばいいのよ。そうそう。好きな動詞なんと見事なものよ。まあね、よし、まあまあまあって感じでしたね、うん、戦い終わりわしの心に爽やかな風が吹き抜けた。ありがとうございます。お金、さすがだな。誰？じいちゃん。やった、やった、やったぜ。黒の摩天楼。天まで登ったぜ。お、万次郎ではないか。今の国誠なのか？おい、じいちゃん。おいらの強さはじいちゃんが知ってるだろ？それよりもさ。誰こいつ？なんて失礼なの？まず自分が名乗りなさい。彼女の名前は言うと。一種で最強のポケモントレーナーだよ。やっぱりか。強そうな匂いしてるもんな。匂い。どうだ、万次郎。手合わせを願うか。ダメだ。こいつが強いのはわかる。おいらも戦いて。だけどこいつのポケモン、まだ、苦労が足りね、苦労が足りない？自分のポケモンたちと黒の摩天楼登り切った。だからお前もそうしろ。え？何？どこ？我が孫ながら相変わらず賑やかなやつめ。あいつが何を言っていたか説明させてもらうぞ。あいつが挑んでいたのはブラックシティに現れた黒の摩天楼という場所だ。どんなところか行けばわかる。ただ波のトレーナーではあいつのいるところまで行けまい。へえ。え、大変なのかな。ちょっと興味はあるよね。え、ブラックシティじゃ入れるってこと？前入れなかったもんね。じゃあ行ってみようか、とりあえずね。その N は本当にマジでもうちょっとレベル上げれないと。せめて全員60は超えててほしいもんね。はい、なのでとりあえずどこだっけ？ここだよね、ブラックシティって。ブラックシティ行く方法がもうここしかないのか。え、地味に遠くなかった？確か地味に遠かった気がするんだけど。あれ、なんかいる。何してんの？こんにちは。なんだよ。普通にシロナさんの噂を聞いて挑戦に来たんじゃないぜ。あ、海底遺跡ね。ありがとう。海底遺跡って結局あれってさ、プレートとかが拾えるだけなのかな。元のチョロ猫レパルダスと会えなかったからな。戦うの？どうしようかな。戦って次回ブラックしていく？そうしよっか。え、待って、でもレベル大丈夫かな。負けられない戦いがそこにあるのよ、やっぱり。あ、いける。強気よ、
うわ、トンボ帰り。なるほどね。うわ、バフロンだ。サンダースでは絶対無理なので、でもルカリオも落とされちゃうよな多分。マリルリゴー、マリルリに頼りすぎだよね、まあ、そう来ると思ったのよ。電気技打てたっけ。いや大丈夫、あ、ダメだった。まあマリロリは最悪一回やらせましょう、後でね。はい、波動弾ボーン。なるほど。薬使うのね、うん、はい、ドーン。アデクが薬使わなかったからもう薬ねえ。あ、でもいけたいけた、よしよし。フライゴン、フライゴン、フライゴン。マリルリ生きててほしかったなって。まあ、バイバニラで頑張ろう、うん、冷凍ビーム、うわ、嘘でしょ。終わりました。ゴチルゼル出してマリルリ生き返らせて、それで終わらせます。竜の牙持ってんだ、なるほどね。でさ、塊使うのはもったいないよね、さすがに。耐えて、うわ、ナイス。まあいいですよ、仕方ない、うん、なんかちょっと強くなってるよねライバルもね、うん、冷凍パンチ、凍ってしまえ、凍らなくても一撃でいけた、やったー、おめでとう。ジャローだね、もうジャローだはウルガモスで燃やします。大丈夫、火炎放射を覚えたウルガモスに敵はないよ。いいですね、よし、めっちゃいい経験値。はい、バオッキーね、大丈夫かな、マリルリ HP がちょっとね。まあでもライバルぐらいなら倒せるってことね。やっぱシロナとかがちょっと異次元なだけで、大丈夫、うん、
と何体だ。シビルド、うわシビルドンそんな凶悪なポケモン持ってた。だってルカリオ出してもさ、多分火炎放射されて終わるよね。うわどうしよう、ちょっと波動弾で少し削っとこう。わ一番嫌なの使うやん。だよね、そりゃ火炎放射使うよね、耐えないよねえ食べ残しもしかして。やばめやばめ。え待ってシビルドンが結構厳しいぞ。いやだってマリルリに頼りたいんだけど、マリルリもさ下手したら死ぬじゃない。ドラゴンクロウ、ほんといつも思うけどシビルドンってさ覚えれる技の幅やばいよね、うん、冷静にね。問題こっからですよ。マリルリなんだけど、どっちがいいだろう。水技打った方がいい、それとも冷凍パンチ。一回冷凍パンチ打とうか。はいボーン。あ全然ダメ、うわ全然ダメ耐えてよ。うわ耐えてる。あ待って、反動が結構でかいから頑張れマリルリ、当ててね。よしもう一気に一気に、よし剣フォローだと。剣フォロー、ちょっと待ってね。いや塊はダメだ、塊はまだ使えない。HP がマックスじゃないサンダースで勝てるかって言われたら微妙じゃない。ちょっと回復しよう、とりあえず出してすぐ、すごい傷薬を使ってあげて、さあ来い何でもして来いえ強くない思ってたより減ってるんだけど。当ててね。あ向こうのが早い、嘘。待って絶望的状況。さすがに塊使わないっていうのができないな、これは塊使うしかないわ、うん、これを結局マリルリなんだけど、うわーダメだよね、耐えられないよね。そうだよね。あいいよいいよ、また冷凍パンチでなんとかしましょう。頼むよマリルリ、威張らないでよ。うわよし、よしいいぞ。
んとか勝てましたね。悔しさとすがすがしさ、私は悔しさかな。こんなにボロボロになるなんてっていう。お前がいてくれて本当よかったぜ。いや、それほどでも。うわ、なんか来たよ。ここは暖かい。さて本題に入るぞ。ここに芸術様が残された書物がある。これがあれば海底遺跡の古代文字が読めるという代物。私の罪滅ぼし、この書物を読むのだ。へえ。それはちょっと個人的にやろうかな。ということでですね、今回じゃあ一旦この辺で終わりまして、まあ結構なんだろう、 N のストーリーも進んだし、ライバルも倒せたし、アデクも倒せたし、ということで次回はですね、ブラックシティに向かうところからですね、てか向かっておこうかな。なんか前入れなかったところまで行こうと思います。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。